シルクレーシングの勝負服を着用した、ウィリアム・ビュイック・キ種有限会社シルクレーシングは、日本中央競馬会に、馬主登録をしている、クラブ法人である。2013年までの名称は、有限会社シルク。有限会社シルクレーシングという馬主登録名は、家庭名称と呼ばれるものである。相馬会法人、シルクホースクラブより、特名組合契約に基づく、競走馬の現物出資を受けて、 中央競馬などの競争に出走させている。シルクジャスティスダートで活躍した。シルクメビウスシルクフォーチュンクラブ天気の象徴。ローブティサージ国際競争で活躍した。ラストインパクトジャパンシーを世界レコードで優勝アーモンドアイグランプリホースブラストワンピースマイル GI を2勝したインディチャンプ創業家である阿部家は、福島県伊達郡両前町で絹糸などを生産する。 安倍聖主株式会社を営んでいた。有限会社シルクは、福島場主協会の会員。有限会社シルク前代表の安倍前務は、福島場主協会の役員である。安倍聖主経営者の安倍義雄は、古くから、サラブレッドのオーナーをしており、バリシニコフキッポウシ、フレンチパッサー、マチエールなどの場所である。安倍前務は、ペガサス、ルミネッセンスの兄弟やスニヤ早風のオーナーである。 福島県立郡郡町には大正時代に創業の資生園、早田牧場があり、その経営者である早田家の主治医は、安倍家の人物だった。その縁で、早田牧場が北海道ニーカップ町に進出するにあたり、安倍家も支援した。上述のフレンチパッサー、ペガサス、ルミネッセンスは、早田牧場ニーカップ市場の生産場である。クラブ法人としての有限会社シルクは、 1985年に創業した。クラブ名や競争場の冠名となるシルクという語は、安倍政氏が剣士生産をしていたことから選んだ。翌1986年には、早田牧場を代表する繁殖品馬もめじのサンクロイヤルシルキーが、重賞クイーンステークスギーを制し、クラブにとっても、早田牧場にとっても、初めての重賞価値馬となった。以後、 1997年に、早田牧場2カップ史上生産場のシルクジャスティスが、有馬記念に優勝し、GI 競争初勝利を果たす。さらに2000年にも、早田牧場2カップ史上3のシルクプリマドンナが、優秀品場に勝って、GI 競争2勝目となった。この間、クラブ法人でも変革が行われた。1995年から、募集口数を500口に拡大し、 募集用のビデオやカラーパンフレットを作成した。その初年度募集場からシルク・ジャスティスが出て有馬記念に勝った。これ以前には会員数は200名程度だったのが2000年にシルク・プリマドナが優秀品場に優勝する頃には会員数1万6000人にまで成長していた。しかしその頃すでに早田牧場の経営が危機に瀕していた。1999年に 福島県天栄村に開設した育成牧場天栄ホースパークの驚愕の建設資金などの多くの負債を抱えており日本経済の景気悪化やライバルのヤシロ大グループが導入したサンデーサイレンスの大成功などにも押されて経営が悪化2002年に破産宣告を受け経営破綻したこれに先立つ2001年にはグラスワンダーの場所として知られる福島県の伊藤淳一 半沢一馬と共同で、早田牧場支援のため天栄ホースパークを買収した。以後、シルクの馬は天栄で育成、調教を行うようになった。しかしクラブの成績は悪化し、会員数も減少していった。この時期、倒産した、早田牧場から購入した最後の世代である、シルクフェーマスが数年にわたって、トップクラスの競争馬として活躍。 GII 競争を参照し、GI 競争でも宝塚記念2着、有馬記念や天皇賞で3着になるなど4億7000万円、余りを稼ぎ、クラブの経営を支えたという、クラブでは2003年に、安倍幸也を代表に据えて、改革に乗り出した、楽天競馬と提携したり、北海道の万栄競馬にも進出するなどの試行錯誤を行った。しかし、 2010年に金融庁の指導で、それまで行われてきたクラブ会員への保障制度が撤廃されることになり、クラブを苦境に追いやった。この保障制度は、クラブ会員が出資した競争場が未出走や未勝利のまま引退した場合に、出資金の一部を還元し、次の競争場出資に充当できる制度だった。この制度は、クラブ会員にとってはリスク軽減になるし、 クラブ法人側にとっても会員離れを防ぐメリットがあった。しかし、共同場主制度は法律上投資ファンドの枠組みで成り立っており、金融商品取引法の規制を受ける。金融庁は未出走、未勝利場の保証制度を金融商品取引法で禁じられている損失補填に当たるとしたのである。すべてのクラブ法人は保証制度を廃止せざるを得なくなり、結果として、 会員募集がさらに困難になった。さらに、追い打ちをかけたのが、翌2011年の東日本大震災である。地震による直接的被害として、天栄ホースパークの長距離用ハンドコースが破壊され、さらに、福島第一原子力発電所事故の放射能の影響で、ここに競争場を予託するのを寄避されるようになった。当時、天栄ホースパークには、約百六十の馬房があり、 そのうち160室で外部からの競争場予託を受け入れていたが、これが立ち行かなくなってしまった。クラブではこの年、テムエ・ホースパークをノーザンファームに売却、かつての早田牧場のライバルだった、ヤシロ大グループとの提携強化に踏み切った。ヤシロ大グループとは、早田牧場の破綻後から関係を築いており、クラブ募集場として2008年から白追ファーム生産場を購買していた。 こうして2011年から天栄ホースパークはノーザンファーム天栄となった。この年からはクラブ募集場の主力がノーザンファーム生産場となり、クラブはヤシロ大グループとの結びつきを一気に深めたのだった。これはクラブ運営には大きなインパクトとなり、会員数は激増した。この2011年のノーザンファーム提携初年度の募集場からすぐに G1 優勝場が出た。 2012年半身ジュベナイルフィリーズ G1 を買ったローブティサージュである。クラブにとってはシルクプリマドンナ以来12年ぶりの G1 競争優勝となった。クラブはさらに様々な改革を行った。この一連の改革はアベノミクスをもじってアベノシルクと呼ばれているという手数料を引き下げて会員への賞金配分率を高めたり、 優勝時の旧社への衆議金を廃止するなどして、会員への配当額の増加を図った。福島を本拠としていたクラブ法人の東京移転も、その一環である。2013年には、会員のための、ラウンジを開設した。2014年に法人名を、有限会社シルクレーシングに解消。代表を、安倍前務から米本正文に変更した。米本は2012年にノーザンファームに入社し、 2013年からシルクレーシング取り締まり役を務めていた。この間、クラブの成績は右肩上がりに上昇。2012年40勝、2013年48勝、2014年78勝、2015年66勝、2016年96勝とし、2017年には年間102勝を挙げ、過去最多勝利。2018年には所有バーアーモンドアイが、 金馬三冠を達成。JRA 少年度代表馬にも選出された。水色、赤玉あられ、袖赤一本輪、伊藤淳一は、福島馬主協会の会長、半沢一馬は、常務理事である。両者は、福島市に本社を置く月連工業の経営者で、シルクとは、資本関係がある。グラスワンダーの名目上の馬所は有限会社半沢。シルクフェイマスの父は、マーベラスサンデーで、 早田牧場を代表する、ボケモミジのメス系にヤシロ大グループのサンデーサイレンスを配合したものだった。この間、クラブは G1 競争で37連敗を記録していた。レーシングポスト、オーナー、シルクレーシング CO オリミテッド、2019年8月8日閲覧、ABCDEFGHIJKLM。 週刊競馬ブック2992号2018年5月20日、オークス、平安ウエス、株式会社競馬ブック、2018、小島智美のホースマンインタビューシルクレーシング、米本正文氏ハット ABC シルクホースクラブ、会社概要、2019年8月17日閲覧。 abcdefghijklmnopqrstnetkeiba.com2015、e, 年8月3日付ノンフィクションファイルトップ直撃安倍のシルクの成功リーディング上位の場所にシルク安倍幸也氏2019年8月17日閲覧 abcdefgh パーフェクトホースマンズ2019年3月25日付 注目場所剣士を製造していたことが名前の由来です。2019年8月17日、閲覧。福島場主協会、協会の歩み。2019年8月17日、閲覧。AB 福島場主協会、福島場主協会役員名簿、専門委員会構成。2019年8月17日、閲覧。日本慶舎場協会、ジャビス、バリシニコフ基本情報。 2019年8月17日、閲覧。netkeiba.com 吉報市競争場データトップ2019年8月17日閲覧。日本軽手場協会。ジャビス。フレンチパッサー基本情報。2019年8月17日。閲覧。日本軽手場協会。ジャビス。マチエール基本情報。2019年8月17日。閲覧。 日本経手は協会、ジャビス、ペガサス基本情報、2019年8月17日、閲覧。日本経手は協会、ジャビス、ルミネッセンス基本情報、2019年8月17日、閲覧。日本経手は協会、ジャビス、次の早風基本情報、2019年8月17日、閲覧。月間、優春1992年2月号。 日本中央競馬会内、優秀編集部、中央競馬 PR センター、P34 から38、レオダーバンの故郷北海道2カップ、早田牧場月電工業、株式会社、役員紹介、2019年8月17日、閲覧、日本競馬協会、ジャビス、グラスワンダー基本情報、2019年8月17日、閲覧、財界福島、 株式会社財界21、29巻3号、2000年、P62 から66、新春特別インタビュー伊藤淳一月電工業、代表取締役社長に聞く、怪物グラスワンダー英語と挫折、王者復活への道のり、外線門章で、国内最強馬から、世界の頂点へ、福島で、 引退式の計画もハット ABCDEFGHIJNETKEIBA.com2015 年8月3日付ノンフィクションファイルトップ直撃トップクラスの決闘を知るクらしい値段とおもてなしでシルク安ユ幸也氏2019年8月17日閲覧 ABC パーフェクトホースマンズ2016年10月31日付 注目場所勝利を追求してくる理由は、2019年8月17日、閲覧。日本軽手は協会、ジャビス、ローブティサージュ基本情報。2019年8月17日、閲覧。競馬ラボ。2019年3月27日付。頂点目指していざ世界ナンバーワンへ。シルクレーシング米本正文代表。2019年8月17日、閲覧。 日本経種は協会、ジャビス、ロイヤルシルキー基本情報、2019年8月17日、閲覧、netkeiba.com、ロイヤルシルキー競争場データ、トップ、2019年8月17日閲覧。日本経種は協会、ジャビス、シルクグレイッシュ基本情報、2019年8月17日、閲覧、netkeiba.com。E T K e I B シルクグレイッシュ競争場データ、トップ、2019年8月17日閲覧。日本軽種場協会、ジャビス、シルクフェニックス基本情報、2019年8月17日、閲覧。netkeiba.com、シルクフェニックス競争場データ、トップ、2019年8月17日閲覧。日本軽種場協会、ジャビス、シルクライトニング基本情報、 2019年8月17日、閲覧。netkeiba.com。シルクライトニング競争場データ。トップ。2019年8月17日、閲覧。日本経種場協会。ジャビスシルクジャスティス基本情報。2019年8月17日。閲覧。netkeiba.com。シルクジャスティス競争場データ。トップ。 2019年8月17日閲覧。日本形種馬協会。ジャビス。シルクガーディアン基本情報。2019年8月17日。閲覧。netkeiba.com。シルクガーディアン競争場データ。トップ。2019年8月17日閲覧。日本形種馬協会。ジャビス。シルクプリマドンナ基本情報。2019年8月17日。閲覧。 netkeiba.com シルクプリマドンナ競争場データトップ2019年8月17日閲覧日本軽種場協会ジャビスシルクフェイマス基本情報2019年,、N e T K e I B、2019年8月17日閲覧 netkeiba.com シルクフェイマス競争場データトップ2019年8月17日閲覧日本軽種場協会ジャビス シルクブラボー基本情報2019年8月17日閲覧 NETKEIBA.COM シルクブラボー競争場データトップ2019年8月17日閲覧日本慶守は協会ジャビス、シルキーラグーン基本情報2019年8月17日閲覧 NETKEIBA.COM シルキーラグーン競争場データトップ 2019年8月17日閲覧。日本経手場協会。ジャビス。シルクメビウス基本情報。2019年8月17日。閲覧。netkeiba.com。シルクメビウス競争場データ。トップ。2019年8月17日閲覧。日本経手場協会。ジャビス。シルクフォーチュン基本情報。2019年8月17日。閲覧。 netkeiba.com シルクフォーチュン競争場データトップ2019年8月17日閲覧日本慶種馬協会ジャビス、ローブティサージュ基本情報2019年8月17日閲覧 netkeiba.com ローブティサージュ競争場データトップ2019年8月17日閲覧ローブティサージュが 引退繁殖入り産経スポーツ2015年11月10日閲覧日本系種馬協会ジャビス、ラストインパクト基本情報2019年8月17日閲覧 NETKEIBA.com ラストインパクト競争馬データトップ2019年8月17日閲覧ラストインパクト号が競争馬登録抹消日本中央競馬会 2017年12月20日閲覧。日本慶州場協会。ジャビス。シャトーブランシュ基本情報。2019年8月17日。閲覧、N。netkeiba.com。T K e I B、com シャトーブランシュ競争場データ。トップ。2019年8月17日閲覧。2015年マーメイドステークスジャビスサーチ。2015年11月25日。閲覧。シャトーブランシュ号が。 競争場登録抹消日本中央競馬会2016年3月11日閲覧日本競馬協会ジャビス、ブライトエンブレム基本情報2019年8月17日閲覧 NETKEIBA.com ブライトエンブレム競争場データトップ2019年8月17日閲覧ブライトエンブレム号が競争場登録抹消日本中央競馬会 2018年8月3日、閲覧日本競馬協会、ジャビス、ブライトエンブレム基本情報、2019年8月17日、閲覧、netkeiba.com、ブライトエンブレム競争馬データ、トップ、2019年8月17日閲覧、ブライトエンブレム号が競争馬登録抹消日本中央競馬会、2018年8月3日、 閲覧日本系手話協会、ジャビス、グランシルク基本情報、2019年8月17日、閲覧、netkeiba.com、グランシルク競争場データ、トップ、2019年8月17日閲覧、グランシルク号が競争場登録抹消日本中央競馬会、2018年4月28日閲覧、日本系手話協会、ジャビス、 モンドインテロ基本情報、2019年11月30日、閲覧。netkeiba.com、モンドインテロ競争場データ、トップ、2019年11月30日閲覧。日本形種は協会、Javis、グレンツェント基本情報、2019年8月17日、閲覧。netkeiba.com モンドインテロ競争場データトップ2 0 1 9年1 1月3 0日閲覧日本経種は協会ジャビスグレンツェント基本情報2 0 1 9年8月1 7日閲覧 n e t k e i b a c o m グレンツェント競争場データ、トップ、 2019年8月17日閲覧。ブライトエンブレム号が競争場登録抹消日本中央競馬会。2018年8月3日。閲覧日本競手馬協会。ジャビス。税便と基本情報。2019年8月17日。閲覧。NETKEIBA.com。税便と競争場データ。トップ。2019年8月17日閲覧。 ゼイビントが人気に答え重賞2勝目。七夕賞 NETKEIBA.com。2017年7月9日。閲覧ゼイビント号が、競争場登録抹消日本中央競馬会。2018年10月10日閲覧2016年ラジオ日経賞 NETKEIBA.com。2016年7月4日閲覧日本競主馬協会、ジャビス、キーズ・イン・ラブ基本情報。 2019年8月17日、閲覧、netkeiba.com、e、Keys in Love 競争場データ、トップ、2019年8月17日閲覧、ダービー競 CT、Keys in Love 重賞発挑戦で、V、もっと良くなってくる、スポーツ日本、2018年3月31日閲覧、日本軽手馬協会、ジャビス、ストロングタイタン基本情報、 2019年8月17日、閲覧。netkeiba.com ソトストロングタイタン競争場データ、トップ。2019年8月17日、閲覧。日本軽手馬協会。ジャビスセダブリランテス基本情報。2019年8月17日、閲覧。netkeiba.com セダブリランテス競争場データ、トップ。 2019年8月17日閲覧、ラジオニック継承、セダブリランテスムキズノ3連勝。石川も、重傷初部位、先がある馬、スポーツ日本。2017年7月2日閲覧、日本継承馬協会、ジャビス、アーモンドアイ基本情報。2019年8月17日、閲覧、netkeiba.com、アーモンドアイ競争馬データ、トップ。 2019年8月17日閲覧。日本形手は協会。ジャビス。プリモシーン基本情報。2019年8月17日。閲覧。netkeiba.com。プリモシーン競争場データ。トップ。2019年8月17日閲覧。日本形手は協会。ジャビス。ブラストワンピース基本情報。2019年8月17日。閲覧。 netkeiba.com ブラストワンピース競争場データトップ2019年8月17日閲覧日本形種場協会ジャビス、グローリーベイズ基本情報2019年8月17日閲覧 netkeiba.com グローリーベイズ競争場データトップ2019年8月17日閲覧日本形種場協会ジャビス、 インディチャンプ基本情報、2019年8月17日、閲覧、netkeiba.com、インディチャンプ競争場データ、トップ、2019年8月17日閲覧、日本軽手馬協会、ジャビス、プロミストリープ基本情報、2019年8月17日、閲覧、netkeiba.com、プロミストリープ競争場データ、トップ、 2019年8月17日閲覧。日本経種場協会。ジャビス。ダイアトニック基本情報。2019年10月26日。閲覧。netkeiba.com。ダイアトニック競争場データ。トップ。2019年10月26日閲覧。日本経種場協会。ジャヴィス。ビクトリア基本情報。2019年8月17日。閲覧。 netkeiba.com ウィクトリア競争場データトップ2019年8月17日閲覧日本経種場協会ジャビスティアンドル基本情報2019年,、N e T K e I B、2019年8月17日閲覧 netkeiba.com ティアンドル競争場データトップ2019年8月17日閲覧日本経種場協会ジャビスサリオス基本情報 2019年10月5日、閲覧。netkeiba.com。サリオス競争場データ。トップ。2019年10月5日閲覧。日本形種場協会。ジャビス。ディアアメリア基本情報。2019年10月26日。閲覧。netkeiba.com。ディアアアメリア競争場データ。トップ。2019年10月26日閲覧。ありがとうございます。